こんにちは、柳沢です。今回は付け越しの手筋10選をやっていきたいと思います。付け越しっていうのはもう手筋の中の手筋と言っても過言ではないんじゃないかなと思います。もう実践でものすごく使う場面が多いですし、そのかっこよさや効果の高さから言ってもね、もうまさに手筋という感じかなと思います。これは本当に例を出せばキリがないぐらいあるんですけれども、今回はね、10個に厳選してご紹介していきたいと思います。それではまず左側から行ってみましょう。これは白が滑ってあるところですけれども、黒がここに付け越していくというのが手筋ですね。これで白が出てきても、切って、この石を捨て石にしましてね。そしてこのように綺麗にね、白の進出を止めることができるわけです。この付け越しのパターンは実戦でものすごくよく出てきますので、必ず知っておきたいですね。ちなみにですね、こういうところをよくこのようにね、打ちたくなる方が、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、これがいわゆるですね、桂馬の突き出しという悪手の見本なんですね。これ一瞬ね、こう白をこうへこまして先手でね、打てたっていうことで気持ちがいいかもしれないんですけれども、今のね、付け越しをなくしてしまってこの辺がなんかこううまく止めれなくなってしまうんですよね。この手がなんで悪手なのかというと、付け越しをなくしてしまうからというのが非常に大きい理由となります。さあ、そして右側ですけれども、これ白がね、桂馬に打ってきて、これをどう止めるかという問題ですね。これ普通にこういうふうに押さえると、こうなって、こう押さえて、これ白が先手でまた他のところに回ってしまうということになるんですが、ここは付け越しがいい手ですね。これで、こう切っていきまして、張ってもね、こう押さえていきまして、押さえて、この辺りもね、先手で打つことができますので、これで白をきれいに止めて、さらに黒が先手になるということなんですね。この付け越しのパターンもね、本当によく出てきますね。さあ、続いて左側ですけれども、これ白はね、一見繋がっているように見えて、大変な弱点が実はあります。つまりここに付け越していく手がありますね。これ出てくれば、切りまして、これね、抱えたら、打って返しでね、取ることができてしまいますよね。ということで、じゃあ白は何か、違う手を打たないといけないんですけれども、この辺りはね、効いたとしても、結局これはダメですし、ここに打っても、こう出ていきましてね、これもやっぱりね、白は助からないですよね。じゃあここでね、出ないでこちらから受けたとしても、これ黒さらにこのように追求することができますね。こっちに来たらさっきと同じで打って返しですし、こっちに切ってきてもやっぱりこれ打って返しで取れちゃうんですね。ということで、こういうところに付け越して白のダメヅマリをついていくというのもとても大事なね、付け越しの使い方になりますね。そして右側のこれ一見ね、こうすでに連絡していそうな白もこれ付け越しで切ることができます。こう来たらこう切って、こうね、入ればこちらにね、渡ってこの4子を取ってしまうことができますね。こっちに来たらね、ここに出ることができるという格好ですし、ここでじゃあ白がこちら側から打ってきたら、黒はこう出るということによって白ね、ここに切ることができませんので、これもやはり白ね、切断することができます。これもちろん初手でね、出たら切られて何にもなりませんし、つなぎからこう跳ねていくというのは、こちらから受けられてしまって白を連絡することができるんですね。ということで、ここに行くかここに行くかの可能性を残したまま、ここに付け越していくというのが手筋なわけですね。さあ、そして左側ですけれども、ここに付け越していく手が見えますね。これで出たら切っていって、抱えたらこちらから当ててもいいですし、こちらからね、こう切り返していっても、このように切断することができますね。これをおとりにして、こっち側のね、白と切断することができるということですね。これも白を切断してしまうことのできる付け越しのパターンでした。さあ、右側はこれ白に覗きを打たれた場面ですけれども、通常は普通にね、繋いでしまいそうですが、そうするとこう当て込みを効かされて、そして伸びられると、これ黒かなり苦しいですね。隅だけで生きてないですし、こんな風に打ってもね、ちょっとかなり進出が難しい形になっています。ということで、ここで付け越しがうまい手になります。このように打って、これを捨てることによってですね、黒が先手を取ることができるんですね。そしてここに打っておけば、だいぶゆとりのある形になりました。こういう守りの場面でも付け越しは有力なんですね。さあ、続いて左側はこれちょっと手順が大事な問題になります。これ初手で付け越しがいい手になります。それからこう出ていきまして、もし白がね、渡ってくれば、この切りから放り込みまして、そしてね、こう当たりすればもうこれ繋いでももう取れてますから、黒成功ですね。じゃあこれ先に出を打って、それから
付け越しても良さそうに見えますが、しかしこれですと白こうアタキしてくる手があるんですね。これで黒は、まあ、空振りとなってしまいますので、やはり囲碁は手順が大事ですよね。さあそして右側、これはねこう両あたりがあるなと思って、まずここをね考えてしまうかもしれないんですが、まあ、これでなんかこんな風に打てばこの1目はね取れるんですけれども、そうしますと白はこのように来まして、まあ、出ても、まあ、押さえて、でまあ例えばこっちをね繋いでおきまして、でまあ、黒ここを取れるんですけれども、ただこれ白のね外側も素晴らしい厚みになってしまいますので、これ黒不満なんですね。これは付け越しが正しい手になります。まあ、これもちろん出てきたら今度こそねこの両あたりは白もう参ってしまいますから、じゃあ次に受けたらこう繋いで押さえたらここにね切っていって、もうこれは白破綻してますね。まあ、なんかこっちをなんか受けていったら上からもう丸ごといけそうな感じですね。ここで白が跳ねという受け方をしてきた時も、これ切りじゃなくてねこうさらに跳ねていくというのが正しいですね。まあ、これで、まあ、切ったら繋いでさっきの形に戻りますし、こう切ってもさらにこう伸びていって、もうどこまで行ってもね白は外側がもう破綻している状態になるんですね。これも付け越しが効果を発揮する良い例ですね。さあそして左側はこれなんか白がいい感じの壁ができているようにも見えますが、大変な弱点があるんですね。これ付け越しが素晴らしい手になります。で白がここに出てきた時に割り込みというのが二の矢ですね。でこう来た時にこう行く手があります。で取ったらこっちから当たりして、繋いだら切って、なんと全部取れてしまいます。ということでもちろんこっちに逃げたらねここポン抜かれて、それも白破綻してますし、黒の大成功となるわけですね。なので白はここに出るわけにいかないので、例えばまあこっちから受けてきたら、まあ、例えばこのぶつかりを利かしてここに突き破っていくことができます。これも大成功ですね。こんな大技が実践で決まったら気持ちいいですよね。さあ最後はこういう形から実践でできる可能性のある付け越しので大技をちょっと見ていきたいと思います。ここでまず桂馬しまして、白がまあこうつけて封鎖したいですよね。そこでこの跳ね出しもまあ例えばね打ちまして、そしてここに付け越していくという手があります。これで白が出てきたらそこで当たりしてこう出て突き抜いていくという手があるんですね。これ白切りたいですけど、切った時にこの切りがねちょうどこの両あたりにできるんですよね。これとこれがすごい効いてますね。で白がこっちを逃げた時に、まあ、これ取ってしまいますとこれ上押さえられて、これ意外とね黒大したことないんですけれども、これさらにね伸びていく手がありますよね。これで白結局ここに取るしかなくて、こうシチョウにね取っちゃうことができますので、これは白ボロボロとなってしまいます。ちなみにこれは先に付け越しを打ってからこう跳ね出していくという手順もありますね。ということで白はもう切ってしまうとね完全なハマりになってしまいますから、ここで例えばこういう風に打って、まあ、ここはね破らせても、まあ、こっちはくださいという感じでかわすとか、またはこの時にコスミつけてからこう跳ねるということによって、まあ、今の黒の手をね回避することができます。これも実践でとてもよく生じる形ですから、まあ、この跳ね出しとね付け越しのこのコンビネーション覚えておかれるといいと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、小技から大技までね、あらゆる場面で付け越しの手筋はありますよね。まあ、これまだまだ本当にいくらでも例があるので、また付け越し特集はやるかもしれないです。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。そしてコメント欄にご感想、ご質問などいただけると、次の動画を作る参考にさせていただきますし、また大変励みになりますので、ぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。